マランガンあるいはマラガンはニューアイルランド東北部で行われる早々儀礼及びその中で用いられる彫像を指す語である。本校では両者について触れる。この儀礼は死者の魂を肉体から解放することを目的として行われるもので過去数ヶ月間や数年前の個人複数名が儀礼の対象となる。しかし儀礼は同時に新成人に対する成人儀礼の 性格も帯びている。レス族の場合、マランガン儀礼は、活礼の後に模様され、青年男子に彫像が披露される。儀礼は、仮面や衣装で着飾った者たちによる踊りで盛り上がり、姉妹には乱行すら行われる。マランガン彫刻の一礼マランガン彫刻の一礼儀礼において用いられる彫像や仮面の姿は一見すると多種多様であるが、 実は一定の形式に則っ,って制作されている。形式ごとに著作権に類似する性格の権利が設定されており、母系氏族の男性の長老が複数種類の権利を有し、さらに同じ氏族の成人男性が制作を行う権利を有する。様式の所有権が放棄、または譲渡された場合、制作権は失われることとなる。彫像の制作過程は公開されない。 また、儀礼の終了後、彫像は壊されるか、森に投棄されるのが普通であった。彫像がこのように廃棄される理由については、神聖なものとみなされていないことの表れであるとする解釈もある一方、むしろ霊魂との密接な関係性により生きて、日常生活を送る人間に危害が及ぶ恐れがあるためという説明も存在する。しかし芸術的な価値を見出した。 西洋諸国の収集化などにより、彫像は高値で取引されるようになった。ABCDEFGHI 林、アレン、ABCD アレン、ABC 吉岡、ありがとうございます。